じゃあこんにちは。さて、はい、森藤をいじめる時間が来ました。来ました。もうあのセリーグのクイズでグタグタだったの、結構グダグダでですね、余計にわからない問題を揃えてきたから。パリーグはセリーグは打者が多かったよね、問題が。そうです、ピッチャー少なかったんですよ。そうでしょ、はい、でパリーグは逆にピッチャーである程度ちょっと攻めていきたいと、はい、あこれ趣旨言うとですね、あのタイトルに絡まない、そう非タイトルの部門でトップになってる人、はい、そうです、ね、はい、そういう人たちをちょっとクイズ形式でやりたいと思います、はい、まずジャブね。ジャブ、まずジャブですね、うん、ピッチャーから行くって言ったけど、んね、最多ギヒは誰みたいな。ギヒギですね、ギダじゃなくて。ギダじゃない、ギヒだからあれですよね、だからフライを上げて得点を入れるという、まあこれはジャブ、頭の体操からね。はい。1位は、が多いの。1位は柳田選手、うん、おソフトバンクの。その心は、その心は、うん、ホームランも多いですけど、ここぞという時にあえての技費を打てそう、うん、ランキングに入ってない。5位の5番目のランキングに入ってない。まあトップは結構ダントツなんだよね、はい、で2位が2人いて4位が2人いる、はい、もう豊さん、これのメンバー見て納得でした、うん、まあトップは納得、中田翔。ああ、そうあ、まあ、打点王に輝いてね、はい、うん、あそっか、中田翔。あそっか、だから義比っていうことは打点にも絡んできてるってことですもんね。そう、いやそれで、2位が中村かわり君と栗原、中村っていうのはソフトバンク、ああはいはい、中村、はい、ね、で2位が栗原、これもソフトバンク、はい、で4位が T 岡田オリックス。あ、本当ですか。で 4位が、まあ、同じ4位が日本ハムの近藤、はい、おおじゃない、だひあなるほどね、うん、と思って。広い球場で、まあ、柳田っていうのもすごい頭にくるよね。来ますもちろんね、はい、ただ彼はやっぱそういうところはヒット狙いでいってんじゃない。あ、切り替えてるのか。切り替えてる。でもだからソフトバンクが上位を占めてるってことですか、うん、えソフトバンクの選手が。あ、だから中田翔、ね、まあ、中田翔ですかね。2位が2人いる、2人ですね。だから確実にものにしてるということだよね。強いな、うん、まあピッチャーでいくって言ったけど、はい、もう一問バッター、はい、一番これお前苦手だろ一番最小三振ランキングだからしてないということ。三振してないんですよね、はい、ホームランバッターは一か八かでいくんできっと三振も多いと思うんですよ、うん、っていうことは引きつける選手でしたっけね、うん、まあ、このバッターは必ずしも引きつけるということもできるけど、うん、あんまりしないね。しない、粘る、ファウルで。そうでもない、1球で、いや、粘ってるやつっていうのは三振増えてくる可能性がある。そうなんですね。いや、だけど、この選手は前で打つこともできるし、引きつけることもできる。マッチマッチは違うと思う。マッチはあの打率から考えて、三振は相当してると思う。してますね、マッチはしてるな。はい、行くよ、はい、5位、はい、森友哉67、4位小深田、はい、59、うん、3位鈴木大地58、うん、2位中村晃47、うん、じゃあ1位。でもダントツなんだよ、ダントツに三振が少ない。少ない。これベテランですか。いや教えない。ヒントヒント。いやベテランではない。中堅、まあ中堅に入ってきたかなっていう感じ。中堅に入ってきたかな。だからセリーグの時に言ったのは、はい、やっぱこういうバッターって打率がいいって言ったよね、はい、やっぱ前に飛んでるだけそれはヒットになる確率もあるわけだから三振が少ないと、はい、打率、はい、これは大ヒントだよ。打率パ・リーグ見てるじゃん。いやセリーグほど見てないですね。待ってください。ロッテではない、うん、ロッテは打率が低いじゃん、ね、そうなんですよ。でオリックスでも、あ、吉田正尚選手、そう29。あ、すごい。首位打者を取ってだね、はい、三振が一番少ない。まあ納得だよね。だからいや、ものすごく優秀な選手ですよね。そりゃそうでしょ。すごいわ、改めてです。はい、はい、では、はい、クオリティスタートランキング、はい、クオリティスタートの条件ってわかる。ピッチャーですよね、うん、なんでそれ、なんで6回を3点以内で投げれるという6回を3点以内ですね、うん、それができるピッチャーがクオリティスタートができたって言われる、はい、それのトップは誰。うわ
うわ、ということは7、8、9で中継ぎとか後ろに回してる選手あんまり…いや、回さなくたっていいんだよ。6回は3点以内に抑えとる。でもその前に降板しちゃったらダメってことですね。あ、もちろんもちろん。ということはある程度投げられて、まあ完投能力、先発ピッチャーだよね、もちろん。まあそうですよね、千賀投手、いや、打たれてたかな。あ、オリックスの誰の山本、これね、はい、クオリティスタートが4人いる。え、1位がそんなにいるんですか。そんなにいるの。結構すごい。え、何何、1人は誰？オリックスの山本。はい、正解。もう1人オリックスいます？いない。もういない。で、オリックス山本、え、それからソフトバンクの千賀投手じゃないってことです。千賀、正解。クオリティスタートで、あ、楽天の涌井投手、正解、はい、あと1人、あと1人、1位はね、あ、これは、はい、ある程度やっぱ強くないとダメだよね。強いチームから出る。そうです、成績のいいチームから。西武、西武はピッチャーはちょっと苦しかったんだ。誰？西武？違う違う、ある程度やっぱ強いんですよ、うん、ってことはやっぱソフトバンクなんですよ。やっぱ力があるピッチャーだね。まあやっぱこう、これはエース級じゃないとなかなか成し得ないというね。ソフトバンクといえば千賀投手だし、オリックス山本でしょ。ロッテはいないんですよ。ロッテでもう一人涌井だったでしょ。はい、涌井です。まあ大体3人ともエース級じゃない。エース級です。あと2人はエース級が続くと。エース級であるしエースだし。お、何？石川。聞こえない。石川、正解。おお、ロッテで5位に有原で。そうだ、日本だ、各球団の全てエースですね。うん、うん、そうそうそう。なるほど、ね、クオリティスタート14試合すごい、やっぱエースだ。やっぱ勝てるよね、はい、そうだとね。ああ、なるほど。わ、特徴がすごい見えてきますね、やっぱ。そう、 そう、 うんね、はい。で、え、はい、行くよ。はい、行きましょう、行きましょう。で、うん、パリーグ、はい、よ、四球ランキング、ピッチャーのフォアボールを与えたの多い、そう、与えた四球ランキング。フォアボールばっか出すんですね。野手はイライラしますね。まあイライラしてるけど、この特徴っていうのは、あ、なるほどなっていう。ということはイニングも投げてないとそういう数字にならない。そうです、そうです。だからフォアボールを出してもやっぱ要所で抑えてるんですよね。そう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 。しそうなパリーグの、ちなみに、うん、昨年、はい、25トップがですか。はい。あ、でも少ないな、25。これエース級ですか。ああ、まあエース級だよね、やっぱり。じゃないとそれだけ長いイニング投げさせられないじゃん。そうですよね。そうそうそう。全く分かんない。フォアボールを出すピッチャー、ちなみに涌井投手5位が涌井。ああ、はい、うん、で38の3。なんか38の3っていうのは、はい、38個出してデッドボールが3個あると。あ、デッドボールもやっぱあるってこと。そうそうそう。なんか涌井投手はそういうイメージありました。ちょっとフォアボール多いかな、はい、で、はい、4位が山本。エース級ですね。うん、37出して6個、はい、うん、四球がね、フォア、デッドボール痛いだろうな、山本のデッドボールは。いや、痛いですよ、痛いですよ。6個結構出してますね、はいはい、3位、はい、有原、日本ハム、はい、30個に四球が、うん、デッドボールね、デッドボールが6、結構出してますね、はい、あ、やっぱエース級なんだ。2位、今度ね、2位と1位は同じチーム、ソフトバンク。これはね、やっぱ攻めの姿勢だよね。千賀投手、違う、線が入ってこない。あ、コントロールいいのか、うん、ソフトバンクは一人もいない。コントロールいいんですね。だろうな、うん、はい、同じチーム、同じチーム、フォアボール出すとこだ。じゃあ2位が石川、はい、ロッテの、ロッテ25に対してデッドボールが4、はい、あ、4、あ、そうかそうか、4、うん、26に対して4、少ない。あ、これデッドボールを与えた率ですか。うん、うんうん、これ違うな、なんか数字が、なんか違いますよね、それ。だからフォアボールを出さなかったピッチャーだね、これ。フォアボールを出さなかったピッチャー、デッドボールは関係ないってことですか。デッドボールは関係ないな、これ、はい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 、あ、だからフォアボールを、いや、だから一番少ないピッチャー。あ、なんだ、フォアボール少ないピッチャー、うん、与えたんじゃなくて、はい、与えなかったんだよ。じゃあ千賀投手ではないけど、ロッテからですね、1位も、うんうん、誰ですか。だからコントロールが良かったということ。はい、先発型で、すいません。先発型で誰ですか。出てこないや、今、はあ、
あー、そっか、楽天から。デッドボールがない。だからやっぱりね、コントロールがいいんだもんね。いや、そうですね、巧みなんだよ。三馬投手すごいな、ね、やっぱり、はい、ちょっとそこら辺ガタガタになったからさ、ガチガチちょっとすみませんね、はい、じゃあ、はい、もう最後最後、OK です、ね、うん、これはセリーグのトップに出した問題、うん、最多犠打は誰？バント、うん、これはもうすぐ出てくると。バント？バント、バント？パリーグってバントってしますかね。あ、意外だなって思う。意外だ、チームを考えたとき。だ、ソフトバンク意外にバントして、ソフトバンクは意外とするけどね。違う、あ、そうなんですね。ソフトバンクは4位に栗原、栗原選手、はい、うん、11。なんかパリーグってあんまりバントするイメージがないな。4位に栗原選手、だからチームを考えたときにちょっと意外なんだよね。セーブ？セーブだ。金子選手？違う、金子はちょっと離脱した時期があった。 ありましたね。セーブで、バントといえばこいつでしょ、この人でしょ。外崎選手？外崎はバントのイメージは俺はないな。栗山さんも違うし、セーブ好きだよね。大好きです。おかわりくんも違うし、森友哉選手も違うでしょ。片岡さんはもういないでしょ、セーブに。もうこれはね、俺コメント欄がね、荒れる荒れると思う。やだやだやだ、お前なんだ、知らないのかそのぐらいみたいな。辻さんに怒られます、ね、まあ多分ね、出てこないんだと思うけど、ポンと。いや、もうこれはもうバリバリのレギュラーだし、出てこないと。ダメですよね。2位が中村翔吾、はい、ロッテ15個、はい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 、そのトップの選手は22個やってる。バントを、まあ前半昨年打撃不振に悩み、うん、ね、苦労したと思うよ昨年はね。去年は、うん、なんで出てこないんだろう急にポンと。バントのイメージがある選手って誰？いや、もうセーブですよね。もうダメだ、往年が出てきちゃって。ダメですね。はい、源田壮亮です、ね、そうだ、ショート。そうそうそう、まあまあ、そうだ、ね、セリーグとパリーグやりましたけど、はいはい、非タイトル部門、うん、ね、その中で1位に輝いた選手たち。なんかもっと光が当たってもいいですよね。まあそうだね、うん、でもこういうところにスポットを当てて行こうよ、はい、そうです ね、なんか面白かったです。またやってください。やらないよ、時間かかってしょうがない。じゃあ次は、いや、見てる人はもう、はい、なんだ森藤って、もうちょっと勉強しろよって言われます。今年の目標は、はい、うん、シーズンオフにこの問題でまた挑戦するからまた、いや、お前ポン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 出てこなきゃ。勉強しなきゃダメですよ、ちょっと。はい、わかりました。ということは次はじゃあ私がなんかクイズを豊かさんに持ってきますよ。ポンポン行くから私は知ってますよ、結構クイズで豊かさん、うん、おかしな珍回答してたので。いやでもね、昔ので俺は記憶にないのはちょっと困るよね。あ、そう、あ、まあ、そうですね。これも、もう、ね、昨年の話だから。そうですよね。よし、ちょっとリベンジしよう。はい、皆さんは分かったでしょうか。はい。